さあ今日はですね、僕と安武が今熊本に、来てましてですね、今日はちょっと、まあ、我々が熊本に来たら、まあ、月に1回来てて、確実に来るラーメン屋さん、そして、まあ、安武もやと思うんだけど、まあ、俺も、熊本の中で、もう1位、そうですね、一番うまいと思うラーメン屋さんを、あのちょっと紹介したいなと思って、で大将に言ったら OK いただいたんで、これちょっと見えるかな、これラーメン白川さんっていうところなんですけど、ちなみにあの後ろにはジャナイトの大志君、ね、ほんまにうまいねんな。めちゃくちゃうまい。もう熊本といえばやっぱラーメン、いろんなお店あるけども、まあ、俺も結構いろんなとこ行ったやん。行きましたね、有名なとことかね。ここのラーメン、そしてなんと、チャーハンもめっちゃうまいのよ。美味しいですね。まあ、こんなん言うといて、自分で言うのもあれやけど、パパチャーハンに似てるよ、ね、味が似てますね。似てんだ確かに。あ、来た。おすいません、おい、ありがとうございます。最初いつもありがとうございます。これですよ、これちなみにあっさりとこってりがあって、いつも僕たちはこってりを頼むんですけども、そしてこれですよ、このチャーハン美味しそう。もうねチャーハンとラーメンがダブルで1位っていうねそんなことあんねんやっていうね。奇跡起きましたね。奇跡起きたな。そのだからチャーハン、ラーメン、コーラがもうカジサック。ああすいません、カジサックセットでいいのかな。コーラはマジであの普通のコーラです1位とかじゃないちょっと早速なんで、まずどっち、チャーハンラーメン、ちょっとラーメン、ラーメン食べましょうやばいんすよ本当に、ね、いただきます。味がね本当にうまそう。優勝ありがとうございます。優勝いただきました。これですよ。優勝出た。2冠達成です。ほんまにうまいから、もし本当に熊本の方、知ってる方も多いと思うけど、そうですね、もしね遊びに来られたりする方、熊本にぜひ来てください。マジめちゃくちゃうまいです。え、もういいですよ食べたいですか、僕のセリフですけどね食べましょう。